皆さんこんにちは、小川太郎です。今日は、特別予告編、私が日本文化サロンというところでやっている、月例会があるんですが、5月23日全盲のバイオリニスト穴澤雄介コンサートを、行います。南青山マンダラという、ライブハウスですね。でこの穴澤君は私もとても親しくしている素晴らしいバイオリニスト、ただ全盲なんですね。で NHK のですね、パラリンピックの時ですね、パーソナリティになって、テレビでも、よくその頃は毎朝のように出てたんじゃないかな。で全盲ってね、社会大人になってだんだん見えなくなるんですよ。で、そして最終的に全く見えなくなる。で楽譜を読むこともできないじゃないですか。で展示の楽譜っていうのは音弾きながら楽譜読めないですね。で大変やっぱりね、一曲一曲覚えるの大変なんだと。で、むしろ自分で曲を作ろうって言って彼が作る音楽がね、不思議とねシンプルなんだけど本当に胸にしみるんですね。で、これ5月23日に、ライブだけだったら、ワンドリンクオーダーで5,000円、その後懇親会になりますと、ドリンク抜きで3,000円で、皆さんと穴澤さんの交流もできる。私ももちろん出席いたします。で、ですね、この穴澤さんについては、実はなんで私のところでコンサートやるかって言ったら、私の一番親しくしている友人の一人の木下さんという人がいるんですが、彼が穴澤さんをずっとここに至るまで、NHK に出て有名なアーティストになってくるまで育て続けた、人だからなんです。で、その木下さんのところで、映画を作った、光を見つけると、見えなくなったら希望が見えたということで、舞の海さんが、ナレーション、インタビュアーをやってます。で、これ試写会を見ましたけども、大変、感動しました。で私の周りの女性たちはみんな途中で涙を流してましたね。で、この映画の記念として今回ライブをするんです。映画についてはこの後この番組ですぐ3分ほどの予告編をやります。すごく素敵な予告編なんで、まずは見ていただければと思います。それから、それよりちょっと前というかもう明後日かな、明後日私の文化サロンでですね、小林堂、私の大先輩の批評家小林堂の没後40周年ということでですね、小林さんのことについて、小林堂を読む楽しさというようなことについて、文芸評論の私の先輩の富岡光一郎さんと小林堂をめぐっての対談を行います。で、小林さん今でももちろん日本の知性に大きな大きな影響を与え続けている批評家で、政治的な立場を超えてですね、小林秀夫というのは今でも大きな魅力、大きな光になっていますが、私の独自の立場から小林さんについてさまざまなエピソードを語り、皆さんと豊かな時間を味わうと思います。2つ告知いたしました。穴澤君のコンサート、それから私の文化サロンの方と、両方あります。お申し込みはいずれも、ちょっと今止めておきますけど、電話であれば0362728738、0362728738、ファックスは0362728739です。で、ホームページやメールからも、申し込みができます。バーコードからもできるのかな。ぜひ、お申し込みくださるとありがたいと思います。ありがとうございました。穴澤雄介さん47歳、職業バイオリニスト、愛称アナちゃん。アナちゃんは中途失明で今は全盲だ。穴澤雄介という存在を知れば知るほどに湧き上がる疑問。穴澤さん、
あなたはどうしてそんなに明るく強く生きられるのですか？後に私はご本人と対談し、その答えを聞くことになる。私がいくら努力したところで追いつけるわけもないっていうか、いくらいくらの亀さんに なろうと頑張ったところで、結局私は芋虫ぐらいにしかなれない。ウサギと亀の競争に、芋虫が勝つ方法というのを考えた時に、ウサギと亀が歩まなかった道を進むっていう方法があるんですよ。そういえば私も、はい、限られた体格でどれだけやれるか、はい、どこまでいけるかって、そういうことを考えながら相撲を取ってましたけれども、自分にできそうなことが音楽しかないなと思って、で私が高校2年の時に考えついたのは、楽譜でハンディを背負うんだから楽譜作っちゃう人になればいいかと思ったんですよ。それであれば一番最初に見るのは自分自身なわけで、それだったらハンディがないじゃないかと思ったんですよ。まあロードレースだったらその決まったコースから外れた独自の路線を歩み出した第一歩。そんなアナちゃんの言葉の数々を聞いてもらいたい。きっとあなたの背中をそっと押すことになるだろう。今悩んでる人がいたとしたら、明日と言わなくても1週間後、1ヶ月後、少なくとも1年後は今と同じ辛さのままでは決してないと思いますよっていうことは伝えたいなと思います。光を見つけるバイオリニスト穴澤雄介からのメッセージ。